願いいたします。この度国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、消費者および食品安全および拉致問題担当大臣を拝命いたしました松原仁でございます。総理から国民の安全を確保するために治安の確保に全力で取り組むこと、最近のサイバー空間における脅威や悪質巧妙化する暴力団情勢に的確に対応するため法整備を含め新たな治安対策を行うこと、東日本大震災その被災地や被災者の安全安心の確保を図るとともに、大震災の教訓を踏まえた今後の災害対応能力の向上を図ること、国民の健康を守るため関係大臣と密接に連携し、生産から消費まで食の安全安心を総合的に確保し、特に国民の不安の強い放射性物質から食の安全安心の確保に全力を尽くすこと、事業者中心の行政を転換し消費者や地域の現場の視点を大胆に取り込むという消費者庁発足当時の理念を踏まえ、消費者の安全安心を高める消費者行政を強力に推進し、そのために消費者事故等の調査機関を設置する等の法案を国会に提出し成立を期すこと、国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向け全力を尽くすこと、そしてさらに公正取引委員会に関する事務を精一杯やってくださいといった、こういったご指示がございました。政府の治安対策の責任者である国家公安委員会委員長という重責を担うことになり、身の引き締まる思いであります。国家公安委員会委員長としては、まず東日本大震災による行方不明者の捜索、被災地における安全安心を確保するための諸活動等を引き続き推進していく必要があると認識をしております。併せて災害及び各種事案に対する危機管理にも万全を期してまいりたいと思います。また、暴力団対策やサイバー空間の脅威への対策が治安対策上の重要課題であり、取り締まりの徹底はもとより、法整備や関係機関、各種業界等と連携した社会全体の取り組みの強化が必要であると認識いたしております。総理からのご指示を踏まえ、国民の安全を確保するための各種対策を強力に推進するよう指導してまいりたいと思います。消費者行政については、消費者庁、消費者委員会、発足から2年5ヶ月を経過しておりますが、消費者、生活者が主役となる社会に向け、ますます多くの課題に直面をいたしております。このため、消費者庁は消費者行政の司令塔として、震災復興の取り組みを含めた消費者の安全・安心の確保、消費者事故等の情報収集・分析・対応の強化、地方消費者行政の強化など、一層しっかりと取り組むことに取り組むようしてまいりたいと思います。また、消費者委員会が消費者行政全般に対する監視機能を発揮できるよう努めてまいります。食品安全については、食の安全は国民の命を守っていく上で重要な政策課題であり、国民の生活の保護を最優先に、科学的知見に基づき、食品の安全性を確保することに全力で尽くしてまいります。拉致問題は、我が国に対する主権侵害、かつ拉致被害者にとっては、憤りを抑えきれない重大な人権侵害であります。私は超党派の国会議員で構成する北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するため行動する議員連盟で、10年以上にわたりこの問題と携わってきて、この問題の重罪さと責任の大きさを痛感いたしております。一方、目に見える具体的な成果、進展がない状態が続いており、これまで携わってきた一人として、大変に残念に、また申し訳なく思っております。拉致問題については、野田総理を本部長とする拉致問題対策本部の下、ご家族等へのきめ細かな対応、情報の収集、分析の強化、関係国等との国際的連携の強化などについて、関係省庁と力を合わせ、
取り組まれてきているところであります。私としては拉致問題担当大臣の立場として野田総理をお支えするとともに、昨年12月の金正日国防委員長指揮を受け、情報収集体制等の強化に一層努め、引き続き拉致問題対策本部を中心に、国の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向け、全力を尽くす覚悟であります。独占禁止政策を中心とする競争政策については、審判制度廃止等を内容とする独占禁止法の改正法案が閉会中審査となっているところ、同法案の成立に全力を尽くすなど、公正かつ自由な競争を確保するため、基盤整備を図るべく、全力で職務に当たらせていただく所存であります。野田内閣の一員として、精一杯務めさせてまいりたいと思います。私が所管するこの3つのこのカテゴリーというのは、守ると、国民の生命、そして財産、そして国民のですね、そういった自由を守る、その守るための一番大事な部署を所掌させていただいております。精一杯努力をしていきたいと思います。以上で終わります。じゃあ、はい、どうぞ。大臣、朝日新聞の関根と申します。はい。大臣、かねてデフレ脱却の議連に入られて、はい、活動されてきてますけれども、この春にもですね、消費税増税に関する法案が閣議決定されることを予想されますが、その際に大臣として法案にサインするお考えはありますでしょうか。お話がありました、この消費税の議論はですね、私は消費税を上げることに反対であるというよりは、そのデフレ脱却をすることが、その前に必要だろうということを従来から申し上げてきたわけであります。で、今回ですね、いわゆる政府税調の答申の中でも、消費税率引き上げの実施前に、経済状況の好転について、名目、実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引き上げの停止を含む所要の措置を講ずるものとする規定を法案に盛り込むと、このようなことで法案はできておりますから、私はですね、その消費税の議論をする上でですね、デフレ脱却とその経済の活性化、拡大、これはいわゆるですね、経済成長戦略の中ですでに述べられていたわけでありますが、ぜひですね、これを内閣としても頑張っていきたいというふうに思っているわけです。はい、新潟日報の井川といいますが、はい、拉致問題についてお尋ねしたいんですけれども、はい、先ほど10年以上です、ね、関わってきてという話がありましたけれども、はい、現在の政府の取り組みの中 です、ね、改善とかです、ね、底上げです、ね、政策的に必要なものを何かあるというふうにお考え、感じている部分があるかどうかというのが1点と、あと、はい、拉致問題担当大臣がです、ね、やはりあまりにも変わりすぎると、コロコロという批判がです、ね、やはり家族会などからもあると思うんですが、それについてです、ね、どのように受け止めているか、お願いします。私の少なくとも立場で、今回、拉致問題を扱わせていただく以上はです、ね、そういったことがです、ね、払拭できるように頑張っていきたいと思います。過去のことはさまざまな議論があろうかと思いますが、少なくとも私をこうやってこの立場につけです、ね、そして野田総理もブルーリボンを、ブルーバッジをです、ね、ずっとつけている、この姿勢の中で、私は野田総理が先般、家族会と会ったときにです、ね、明快におっしゃったように、実効性ある対話を実現するための環境を作ると、そのご指示が当然ですね、あるわけでありますから、それに向かって今からですね、鋭意努力をしていきたいと、こういうふうに思います。はい、テレビ朝日の辻と申しますけれども、消費税の話にも恐縮なんですけれども、はい、その経済状況が好転していないというふうな指標等が示された場合というのは、大臣としてはやはりその消費税増税に向けはサインをしないという選択肢もあるというふうにお考えですか。全体を総合的に勘案するわけですが、少なくともこの段階で、野田内閣はですね、デフレ脱却と、そしてこの経済の成長をですね、促すということに全力で取り組もうとしているわけですから、そこに向かって内閣の一員として全面的に協力をしていくということで、実現していきたいと思います。それはどちらにしても必要なことですから、その上でやはり税と社会保障という問題も、それはさまざまな議論を重ねてまいりましたが、これも必要な議論になってきますから。前提条件を満たすために全力を尽くすというのが、この政権の最大の役目だろうと思っております。はい、
北朝鮮の奈良です。よろしくお願いします。北朝鮮のですね、指導体制が変わったことによります拉致問題解決への影響について大臣のお考えをお聞かせください。まあ、これはこれからさまざまと分析をしていくわけでありますが、まあ、新しい指導者になったということは、いつの時代でも一つのですね、転換点になるのは、さまざまな歴史が証明しているところであります。そういったことから含めてですね、従来膠着状況であった拉致問題に対して、新しい、その北朝鮮側も対応を始める可能性はあるだろうと、またその可能性を作り出すための努力をしていかなければいけないと、そういう認識でおります。よろしいですか。それでは、松原大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。